はい、おはようございます。今日で111ですね。111で今日が10月の12日、111と1が並びましたね。で、今日は木曜日ですね。こっちか。111日目の花束です。さしこちゃんです。始めたいと思います。おはようございます。頑張ります。よろしくお願いします。まずは再来週ですね、手ぬかさんの2日限定の出張展が、開催されます。2日限定ですね。日向展のみですね。10月22日、今日が12日だからあと10日後ですね。あと10日後、22日の土曜、あ、日曜日か。22日の日曜日と23日の月曜日とですね。こちら開催されますと、時間がちょっとそれぞれの日にちで違いますので、ご来店、ね、の予定考えてらっしゃる方は、時間を間違えないようによろしくお願いします。で、次が11月になりますと、こちらですね、国原由紀子さんのエキシビジョンが11月の1日から、こちらも日向展からですね、日向展から1日から12日の期間、宮崎展は15日から29日の期間内の大前の展の営業日ということになっております。こちらももう来月か、もう10月も12日なんで来月ですね、迫ってきました。で、1日、宮崎店、後半の宮崎店の1日の中、後半の宮崎店のこの11月15から29日の期間内に1日だけこの1日層に出ますね。25日ですね。1日層に出ますと。1日層の中の日日層、ちょっと分かりづらいですけど、に出店しますと。朝早いですね。8時から午前中だけですね。よろしくお願いしますということです。で、今月のおすすめ記事がこちらかな。友竹さんのつぼみ、こっちが上かな、これが上ね。つぼみ、前回もう一色入りましたというので、このベージュかな、ベージュとグリーンともう一個黒、なんか紺っぽいねって店長が言ってましたけど、黒らしいですね。ブラックが3色になってます。これ今こっちにあるのはこの2色ですけど、前回の動画見ていただくと黒の色味とかも確認できるかなと思いますね。タイトルに新色入りましたみたいな感じでタイトルを前回つけてなかったっけつけてたで、前回つぼみに新色加わりましたの動画ですね、前回のに書いてますので、あ、書いてるというかそれに実際のものが登場してますので、そちらをご確認いただいて、なんか気になる方、ダイレクトメッセージやお問い合わせなどいただければなと思います。よろしくお願いします。そして、刺し子は終わったんですよね。一つ分は。こっちの分が終わって、これ途中なんですけど、終わったので、今回、今日からこの真ん中の、これ前回これで行ったんで、ここですね。ここ。根津の、白根津の方ですね。これで刺していきましょうと。で、もう真ん中からスタートっていう、ちょっとなんか、なんていうの、やりづらいやり方じゃなくて、一本で刺しましょうと。っていうことでしたね。だから、半分でこれ180ぐらいで取って、ちょっとは余ったんで、170ぐらいで見積もって、だから340。ちょっと長いんですけど、糸が。長いんですけど、3メーター40取って、刺そうと。また長いは長いで大変。大変なんだろうけど、どっちの大変を取るかですよね。やってみます、とりあえず。やってみます。ね。やらんとわからんから。だから340取ってみます。ね。ちょっと長くなりますけど、300、これ30センチだから10回取って、
40センチね。これ1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、これで今多分3メーター取ったんですよ。10回ね。で、300取って、これが330で、340。ね。こうか。で、いいでしょ。だいたい。これでもし、なんか足りないとかなった時はもう、その時はもう糸がもったいないんで、もうやり直しとかじゃなくても、どっかで、調整します。考えます。もうあんまりやり直しばっかりしてもね、糸がもったいないしね、ここやり直しするんですけど糸がもったいないと言っててここやり直しするんですけどね、まあちょっと気持ちがねコロコロ変わるので変わるな気持ちが。やっていくとね、いろんな考え方が入ってね変わっちゃうんですよね。でとりあえずこれでいきますと長いですよ。未だかつてない自分史上初の大げさに言ってるけど自分史上初の長さ、未だかつてない糸の長さね大した話してないんですけど、自分史上刺し子糸の長さで刺したいと。大変のは承知です。あ、なんか変なのだった。もういや、どういう大変さをね取るかですよね。糸の長さで大変と思うのか、この間をね通すので大変と思うのか、針に糸が通らない、通らないなぁ。ちょっと切る。斜めに切って、ピッて。通るはず。通らないなぁ。取った。通らないなぁ。コメントもいただいてるのでコメントも読みたいんですけど、通らない。通ったね。じゃあコメント、わやっぱ長いな、もうここで絡まりそうだな。もうすでにトラブルの匂いがしますね。引っかかるな、結ば長いな。分かってはいるけど長いな。慎重にいきましょう。慎重にでも、もう早速ってなった。よし。でコメントも読まないといけないからコメントも読む。どこまで？2ついただいてますね。2件いただいてて、シシャモさんですね。シシャモさんから1日前にいただいてます。ありがとうございます。さしこちゃん店主さん、こんばんは。こんばんは。連休旦那に振り回され、連休中に刺すティッシュケース、ね、さしこ付近で作るティッシュ箱ケース、なんだろう、ティッシュケースか。ね、作りましたかってコメント返したんですよね。そしたら、店主さん、連休中旦那に振り回され作れませんでしたと、次の休みに作りますとね、時間がある時でね、作ってみてください。で、家に飾りたいので頑張りますと、豚子さんの花束綺麗でしたね。ああ、そうですね、綺麗でしたよね。で、あんなに素敵に刺したいですねと、無理だなと。
はいはい。無理な諦めが早かったですね。コメント中にすぐ諦めが入りましたね。っていういただきコメントですね。というコメントいただきました。で、それに返信が豚子さんから入ってまして、ししゃもさんこんばんはですね。褒めていただきありがとうございます。とても嬉しいです。と。で、豚子さんからの返信も来ています。ね、これが1件目。で、2件目がその豚子さんからコメント。さしかちゃん店主さんこんばんは。こんばんは。ね、おはようございます。ですけど、こんばんは。私の花束褒めていただきありがとうございます。いえいえ、もう本当に。素敵に仕上がってたんでね、もう褒めるも何も、もう感想です、感想感想ですよ。で、本当ホワイト十字の色替えは地味に大変で難しかったですねとかっこ笑いでいただいてます。そう、大変だと思いますよね。さしこちゃんも頑張ってるから私も頑張らなきゃってな感じでしたと。で、そして差し慣れてきた頃には終了と。そっか、差し慣れてきた頃にもう完成したってことね。で、過去笑いいただいてますね。で、難しくてもさしこちゃんのおかげで楽しくさせたのでありがとうございます。あ、本当ですか、よかった。動画見ながら楽しくさせていただいたのかな。ありがとうございます。さしこちゃんと、段落が変わりまして、さしこちゃん途中で刺さなくなった理由が分かってよかったです。あ、そう、この上どっちだっけ、これね、こっちの方ね、刺さなくなった理由がね、ちょっともう時間が空きすぎて忘れたんですよね。だけど思い出しましたね。刺さなくなった理由が分かってよかったですねと。私はピーンと来てこれは教えてあげなくちゃと思っていたけど、最後の方でさしこちゃんが思い出したのでその必要がなかったってなかった過去洗いになってますね。で、嗅覚障害ね、これ嗅覚って僕前回読んだんですけど、嗅ですね、嗅覚障害。おとといぐらいから少しずつ回復してきていますと。ああ、じゃあよかったね。よかった。だけど結構あれか、なかなか長いのかな。すぐ良くなった感じではないんですね。ちょっとずつ回復してきてますってことですね。まだ完全じゃないけど、かすかに匂いがした時は超嬉しかったです。匂いを感じた時ね。嬉しい。そうですね。本人にしかわからないもんね。本人にしかわからないから、でもやっぱ戻ってきて、普通の感覚になったら嬉しかったっていうことですね。ありがとうございます。ね、豚子さん。ね、ゆっくりゆっくりなら戻るんじゃないですかね。ゆっくりゆっくりね。ね、もう嫌ですよね。やっぱ何が起こるか分かりませんからね。ちょっと待って、ね、察しましょう。察しますね。ちょっとどっからだっけと思って今。ここ、グレーは色がね、分かりづらいから察しづらいけど、これ察すとこ察さないとこをね、ここは察さない。で、ここは刺す。こっから行こうか。こっからですね。一番端から行くから。こっから行って、ここは刺さないんだ。刺さない、刺す。刺す。刺す。ね、コメントをお二方いただきました。ありがとうございます。ね、新しい色に入りましたよ。ちょっとゆっくりさせていきますね。あの糸を引っ張るときに気をつけないとね、すぐ引っかかりそう、絡まりそうだから。でももう14分だからもうすぐ終わります。刺してない、全く刺してない。いいですよ、今日準備の回です。自分で勝手に言ってますけど、準備の回。ゆっくりゆっくり刺していきますね。間違えないように、やっぱね、間違えてやり直すよりは慌てずいきましょう。豚子さんがね、僕と同じ刺し方というか図案の感じで刺したから、なんとなくもう刺さなくてもイメージついたんですけど。そんなこと言っちゃいけないけどね。刺すんですけど、まあ、刺さなくてもこんな感じになるのかっていうイメージはついたんですが、まあでも刺しますね。色が違うからね、豚子さんのと僕のではね。
いやでも本当ね、あの豚子さんの鼻と束を色を変え、さらにこの僕のね、僕がやってる図案と同じ図案で、刺し方図案というか刺し方で刺してね、結構大変だったと思うんですよね。あの頭が混乱しそうな、いろんなこと考えなきゃいけないからね、まあ、結構大変だったんじゃないかなって僕は思うんですが、おお、カーカーいた、カーカーねえって僕は思ってるんですけどね、ご本人が一番わかると思うけど、書いてましたねコメントにね、楽しくさせたんでってね、よかったです。ね、ゆっくり行きましょう。だけどもう15分過ぎだからもうここでおしまい。ここで次のところを刺しておしまいしようかな。次の準備までしてね。わかんなくなるんですよね。今日で111日だから。だからもうすぐ、1ヶ月が30日って考えたら4ヶ月ぐらい刺してんだよ。テンションが、まあ実質もっと刺してるんですけど、あの日数的に言うと120日で4ヶ月って考えると、だからもっとってことか、4ヶ月以上ね、笑いが出ます、もう笑うしかない。よし、じゃあここまでして今日はおしまい。今日おしまいなんだけど、明日またできなさそうなんですよ。刺さないのに、もうまた今週、まあ今日までで明日ができなさそう。ねえ、いつ終わるのと。もう言ってやってください。いつ終わるのと。僕もわかりませんと。僕もわかりませんと。よし。じゃあ今日はここまで。これをね、またね、くる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 って巻くと、どっちがいいのかな、絡まらないのかな、そっちの方が。どっちが絡まるのか。くる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 って巻いた方がいいのかな、長い時は。なんか巻く時に絡まりそうで。ほらね、巻くのにも時間かかるし。ほら、ちょっとなんか、ほら、こういうのができるでしょう。こういうのが、あーっていうのができるでしょう。何、もう、何さ、誰さ、もう、まあ、こういうこととの戦いでしょうね。糸が長いとね。よし、そうだけど。じゃあ、ちょっとここからまたくる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 って巻きましょう。でもやっぱ楽しく刺すのが一番なんで、もうね、楽しく刺しましょう。よし。はい、じゃあコメントをくださったシャモさんとブタコさん、ありがとうございました。またね、来週になっちゃうんですが、またよろしくお願いします。はい、以上となります。ご視聴ありがとうございました。